はい、追伸です。追伸でね、ちょっと質問が来て、正しさより楽しさって話をしてほしいって言われたんだよね。それでちょっとお話します。それとね、心はコロコロ変わるって話します。短い話だからちょっと聞いてください。こういうテープ聞く人とか本読む人ってのは真面目なんだよね。だけど真面目なんだけど面白くないんだよね。だからもちろん真面目はいいんだよ。真面目な人が嫌いな人いないんだけど、ともかく面白くないと人生飽きちゃうし、人間にも飽きちゃうし、全てに飽きちゃうんだよね。正しさより楽しいことちょっとやったらって言うんだけど、どうしたら楽しくなれますかって言うんだけど、自分は面白くないんだっていうことに気がつかないとなれないよって。だいぶ前なんだけど、うちの女性社長たちがドレス作って髪が綺麗にして、パーティーの時の話ね、すごいおしゃれするようになったんだけど、なんか私たちまだもう一ついまいちのとこあるっていうから、歩き方がおかしいよって言ったの。ドレスなのに普段のジーパン履いてる時と同じ歩き方だよって言ったら、どうしたら治るかねって。いや、気がつきゃいいんだよって。気がつきゃ治るよって言って、それからは女優さんの歩き方とかそういうの見てみんな治っちゃったのね。で、面白くない人ってのは面白くないって気がつきゃ治るんだよ。で、治らない人っていうのは、俺たちって何回も何回も生まれてくるんだけど、その時の何度も生まれ変わってくるわけが分かってない人がいるの。俺たちはいろんな問題にぶつかった時、問題を解決に出てきてんだよね。で、解決しようとしないで落ち込もうとするやつがいるんだよ。面白くないって言われたから落ち込んだとか、どうしていいから分かんない、面白くなかったら面白い映画いっぱい見るとか、落語でも研究するとか、ともかく自分がやれそうなことをやって解決していかなきゃいけないんだよ。俺たち解決しに出てきてんだからね。それと心はコロコロ変わる。じゃあどうしたら制御できますかっていうと、人間っていうのは潜在意識っていうのがあって、俺たち今潜在意識でものを見てんだけど、それが入ってるデータベースみたいのがあるんだよね。それって過去の古い、なんていうのかな、天保の飢饉だとか、それから戦争だとか、それから飢えだとか、人間関係で切り合いしたりとかっていう、先祖代々の何世代にもわたるデータが入ってるんだよね。それが次々と浮かび上がってくるようになってるの。だからよく否定的な人ことばっかり考えちゃうんですっていう人がいるけど、否定的なことを考えてんじゃない、考えてないと出てくるの。考えるっていうのは否定的なことが出てきたとき、考えて実際にはそんなこと起きないとか。例えば沖縄で、女性がストーカーにあって殺されたって、うわ怖いわねっていうこと、それは二人の問題であなたとは関係ないんだよね。あなたの問題は彼氏がいないことが問題なんで、彼氏がいない人がストーカーの心配すること自体がおかしいんだよね。世界中が日本に食料を売ってくんなかったら日本は飢えて死んじゃうとかってこと、それより今あんたが食いすぎてることが問題なんだよね。だから心というのは過去の記憶から大変なことが浮かび上がってくるようにできてるんだよね。で、浮かび上がってきたことに対して本当にそれは起きるだろうか、そんなことは実際にはないんだよっていうことを、実際に恐怖を沈めるのが考えてるということなの。だから起きた問題に対して右往左往することは考えてるんじゃないんだよ。考えてないからそういうことが起きるの。わかるかい？楽しくないんですって言われたら、そうですかって、楽しくないって言われちゃったのよ私じゃなくて、楽しくないなら楽しくなることを考えればいいの。で、行動すればいいの。そうすれば必ず治るようにできてるんだよ。俺たちは何回も言うけど、悩みに来たんじゃないんだよ。悩みを解決するために生まれてきたんだからね。で、その解決することに挑戦したとき、人生はバーッと道が開けて、ドアがオープンに開いて、そこに無限の道が広がるんだよね。問題があったら一歩下がっちゃダメだよ。思いっきりドアノックして、ドアを開けるんだよ。そうするとそこに道が開けるようになってるからね。で、やってみて、何度もやるの。それで、勇気があるというのは、震えながらも一歩足を出すの。わかるかい？何にも怖がらない人間って鈍感なんだよ。あなたみたいに怖がる人間が踏み出したとき、
いいことができるんだから、俺もあの、講演のコツやなんか聞かれるんだけど、下手な人ほどね、頑張って頑張ってあるといい味のある話になるの。最初から私全然上がりませんっていう人は、話が上手くならないの。ずうずうしくなるだけで、聞いてて方も嫌なの。それよりあなたみたく臆病な人間が一歩一歩足を踏み出したとき、素晴らしい話ができるようになるし、あなたみたく面白くないんだって言われた人間が一生懸命面白くなったとき、味のある面白い話ができるんだよな。で、深みのある人間になれるから、挑戦してみるといいよ。それから心はいろんな否定的なことが浮かび上がってくるものなの。それをそんなことない、そんなことないって言って肯定的に肯定的に捉えるのが、自分の役目だと思ってね。それが今世の仕事だと思ってやってみて。そしたら人生楽しいからね。はい、以上です。